ラウダ航空004便墜落事故。ラウダ航空004便墜落事故。ラウダ航空004便墜落事故とは、1991年5月26日16時17分、アトック、イカ同様頃に発生した、航空事故。ラウダ航空004便、ボーイング767から 300ER 型機、機体記号、おえ、ラブ、コールサイン、NG004 が、 大国スパンブリー・ケンダーン・チャーン・軍、バンコクの北西94海里付近上空を飛行中、第1、左エンジンのスラストリバーサー、逆水力装置、逆噴射装置が動作して操縦不能となり、急降下時の速度超過によって空中分解に至った。乗員乗客223名全員が死亡した。当該便は、香港発バンコク経由で、 ウィーンを最終目的地とする定期国際航空便であり、香港からバンコクまでのフライト、及びバンコクでの乗客の乗り換えや荷物の積み下ろしの後に離陸、16時2分するまでは特段の異常はなかった。離陸から5分45秒後の16時7分ごろ、コックピット内、センターペデスタルの表示ランプに、レブアイルンという黄色表示が現れた。アイクスにも、 同様の表示が現れ、どちらも周期的に点灯しては消えるという状態を繰り返した。副操縦士は、機内備え付けのクイックリファレンスハンドブックを参照し、これは、スラストリバーサーの油圧隔離弁の異常であり、さらなるシステム故障が発生すると飛行中に、リバーサーが動作することがある、書かれている、と操縦をしていた機長に報告した。これに対して機長は、 表示は常時点灯状態ではなく、ついたり消えたりしている。これは、ただのアドバイサリー、助言項目だよな。アイクスの表は緊急度の高い順にウォーニング、コーション、アドバイサリーの3種類に区分され、表示色や音声警報が出る、出ないなどの違いがあるが、当該異常表示は、アドバイサリー扱いに区分されるものだった、きっとか何かのせいだろうと受け流した。実際、 QRH にもこのアドバイサリー表示に関しては、それに対応して何らかの操作、処置を行うといった指示は書かれていなかった。ところが、それから約10分後の16時17分、副操縦士が、オーラバーサー、S ディプロイド、逆噴射装置が、作動、と発言し、直後に振動音や金属が擦れ合うようなノイズ、機長の、やそクリスと、何なんだ、という発言が、 CVR に記録されている。この時点で高度24,700フィート、待機速度はおよそマッハ0.78で、エンジンはこの時まで上昇時出力を発生していた。ただしスラストリバーサー動作直前には、エンジンは一旦アイドル状態となる。単純にエンジンの水力を絞るのとは異なり、スラストリバーサーが動作すると周囲に乱流が発生し、エンジンが主翼下に、 パイロンで吊り下げられたタイプの航空機では、この乱流が主翼上下の気流に影響を及ぼし、結果として揚力が減少する、当該事故では、主翼揚力はおよそ25%低下していた。実際、機長は修正しようとして、ヒア、ウェイト、エイミニット、まだだ、待ってくれと発言し左エンジンの燃料供給を止めたが、たった数秒で制御不能に陥ったと確信し、ah. ダムイット、アー、畜生。と最後の言葉を発言した。はじめに、ラダーと、左エレベーターが脱落し、続いて、右水平安定版の仮面後半部大半が、失われた。このことで、左水平安定版のみが揚力を発生したため、機体微部にねじれを生じ、どちらが先かは不明だが、ついには垂直安定版と、左水平安定版も失った。 その結果機体は急激な前転状態となり、両方の主翼が下側に折れ曲がり、その数秒後には胴体を含め空中分解した。これが、スラストリバーサー動作の29秒後であり、空中分解と思われる複数の爆発音とともに、CVR 記録は終了している。破片の飛散状況や速度及び、高架角度に不確定な要素があるが、空中分解時の高度は10。 零零フィート以下と推定されている。この事故で乗員、乗客223人全員が死亡し、タイで起きた航空事故としては2018年現在でも史上最悪の犠牲者を出した。また、ボーイング767による死亡事故としては、アメリカ同時多発テロを除くと最悪の犠牲者数を出した事故となった。機体が空中分解したために、 破片がジャングル地帯の広範囲に分散落下したこと、さらには事故直後より無関係の部外者が現場に立ち入って高そうな部品類を持ち去ることが横行したため、調査団による証拠品の回収が難しかった。機体が空中分解したことや、墜落時に機体が燃えながら落ちてきたという目撃者の証言などから当初004便が墜落した原因に、 爆弾テロが疑われた。パンナム103便やウタ航空772便爆破事件のように、リビアが欧米からの経済制裁への報復として0-04便を狙ったという説や、イラクが湾岸戦争に介入した多国籍軍への報復とするもの、さらには乗客にタイの麻薬取り締まりに協力した国連職員が乗っていたため、 タイの麻薬王が004便を爆破したという説まで噂された。だが、ラウダ航空のオーナーであったニキラウダは、テロ説には当初から懐疑的であり、その後に回収、解析された証拠はこれらのテロ説を否定した。CVR は回収され、内容を読み出すことができた。FDR は回収されたが墜落後の火災の熱によりデータは破壊されており、 内容を読み出すことができなかった。一方、回収されたいくつの構成部品やエンジン、電子制御部に組み込まれていた、不揮発性メモリ中にはいくつかのパラメータやデータが残っており、これらにより、事故当時の状況を、ある程度は推定することができた。スラストリバーサを展開する、エンジンカウルが移動して、ジェットの方向を変えるには、安全を考慮して直列に配置された2種類の、 油圧制御弁が両方とも開く必要がある。一つは、油圧源側に位置する油圧遮断弁、ハイドロリックアイソレーションバルブ、HIV であり、これが閉じていればその下流のバルブが動作してもカウルは動かない。もう一つは、方向制御弁と呼ばれ動作油の流路、カウル展開、格納の切り替えを行う。HIV、DCV ともに、 これらが動作するにはいくつもの条件が設定されてを通常であれば飛行中にスラストリバーサが動作することはない。当該機種ではスラストリバーサのカウルが正しく格納、通常飛行位置にあることをカウル端部に設けられたセンサによって監視し必要な場合位置ずれ検出時には正しい位置に戻す機能を備えられている。カウルを正しい位置に戻すためには油圧が必要なので 飛行中でも HIV が開く。このことをパイロットに知らせるため、飛行中に HIV が開くと、レブアイルン警告が点灯する。この状態でその下流に位置する DCV が何らかの理由により変うる展開側に、開くと飛行中でもスラストリバーサが動作する可能性がある。CVR の会話内容、レブアイルンがついたり消えたりしているから、蒸気センサが位置づれを検出、もしくは、 センサ自体あるいはその配線の不良、取り付け位置ずれの可能性も考慮されるして、正規な位置に戻す動作を繰り返していたことが推定される。事故報告書では可能性の一つとして、ここで配線類のショートサーキット、短絡を発端とした一連のプロセスが生ずれば、これらのバルブ類の不意の開閉も起こりうるとした。すなわち、バルブ類開閉のための電力を供給する。 電気配線類は一緒に束ねられて、コックピットからエンジンまで胴体内を引き通されているが、この中の一本でも加熱ショートを生じると他に、累症し、被覆が剥がれ、祖先同士が接触して通電が生じるという仮説である。この仮説には説得力があったが、機体が空中分解により広範囲に飛散し、かつ、そこがジャングル地帯のため部品類の完全な回収が、 できなかったこともあり、仮説を裏付ける証拠品を得ることができなかった。このため公式には、スラストリバーサが展開した正確な原因は不明とされた。FAA の規則では、スラストリバーサが飛行中に動作しても飛行を続けられなければならないとされており、767、機の形式証明取得に際しては、実際、試験も行われている。 ボーイングの提出した試験条件は、というものであり、この試験法で FAA の認証を受け、これに基づいて試験飛行を行い合格している。なお、蒸気試験時の条件を超える高度、速度の領域では、操縦に与える影響は、むしろ少なくなると、当時は信じられており、過去に b 四十七型機で発生した飛行中のスラストリバーサー動作事例では、 試験時のそれより高高度、かつ高速であったが、操縦性が悪化するとの報告はされていなかったことが、これを裏付けていた。当該事故では、高度と速度が共に試験条件より、はるかに高く、また、スラストリバーサが展開した時点では、エンジン出力が試験と異なりアイドルではなく、最大上昇出力だった。リバーサ展開と同時に、 エンジン出力をアイドルに下げる機能が動作したが、実際にアイドル出力まで下がるには8秒程度を要した。当時ボーイングでは過去の風洞実験データ、速度200ノットまでエンジン出力はアイドル状態から当該事故におけるスラストリバーサ動作時の揚力減少は10%程度であろうと見積もっていた。また、この数値を適用して1991年6月に シミュレータ試験を行ったところ、比較的容易に回復操作が可能だった。しかし、これは、事故当時の CVR の会話解析の内容と大きく矛盾した。そこで、改めて、ボーイングバートル社のフードを使った再調査が行われた。この調査は、速度は依然低速であり、またスケールモデルを使用しているので推定でしか判断、できない要素も多いが、以前のデータよりは、 当該事故に近い条件、高度、速度等が再現されていると思われた。この調査に際し、エンジン出力を最大上昇時のそれからスロットルをアイドルにセットしても実際の円回転数が下がるのに6内し8秒程度を要することから、アイドル出力だけでなく上昇時出力時における測定も行われた。その結果、上昇出力においてはおよそ25%、 アイドル時では13%の揚力減少が確認された。この結果をシミュレータに入力し、再度試験したところ、1991年9月、25%揚力減少のケースでは放っておけば、機体は毎秒28度の割合で左にロールし、かつ急激なダイブ、降下が起こり、たちまち速度超過状態となった。操縦者に、 ボーイングのチーフテストパイロットを起用して試験を繰り返した結果、右エンジンが上昇出力状態のままの場合とアイドル状態とした場合で、それぞれ4秒及び6秒以内に操縦桿とラダーを右いっぱいに操作すれば、過労時敵体の制御を保つことができるということがかったが、それを過ぎると、いかなる操作を行っても、速度超過からの回復は不可能になるとの結論を得た。 ラウダ航空のパイロットは十分な経験を持っていたが、一般にこのような高度や速度では操縦桿やラダーペダルをいっぱいまで操作することはなく、また、そもそもこのような事態を想定した訓練自体がなく、当然彼らもこのような状況に対応する訓練は受けてない。また、操縦席の人変動も凄まじかったため、4内視6秒と言った。 短時間のうちに回復操作を行うことは到底できなかったろうと推定された。いずれにしてもスラストリバーサが動作した時点で空中分解は不可避だったとされた。この事故は、たとえ当時の基準で形式証明を取得していたとしても、高高度、高速度で、かつエンジンが相当の推力を発生している状態で、スラストリバーサが後動作したら安全に操縦を継続することは、 ほぼ不可能となるという実例となった。また、この当時各社ではより大型の総発ジェット旅客機が開発途上にあり、これら機種の認証基準も従前のままとすることが来なくなった。このため FAA は1991年10月に航空宇宙産業の業界団体である IA アアと合同でタスクフォースを編成し、様々な機種の実情や 形式証明の認証基準、試験方法、操縦マニュアルの改定、スラストリバーサが飛行中に誤動作させないことを目的としたより信頼性の高い仕組みなどに関する考察を行った。調査に際して、高速航空飛行中にスラストリバーサを動作させた時に生ずる現象に関して不明な部分が多いことが分かった。このため、NASA に依頼して、 その所有する DC-8 型機、DC-8 から72エンジンはターボファンだが CFM56 型に乾燥済みを試験機とした実機での航空、高速域でのスラストリバーサ動作時の空力的挙動の調査も行われた。このタスクフォースの勧告では、形式証明における試験は低空低速かつアイドル出力ではなく想定される。 広範囲の条件での実施がなされるものとなり、また、パイロットミスや整備ミスを含めて飛行中に、スラストリバーサが動作することのないような安全機構にもそれまで以上に厳しい基準が設けるべきとされた。この新基準の対象にはすでに運行中の機種も含まれていたが、中にはとなったが、最終的には暫定措置により、 ご動作に対する安全機構を厳格化することで運行を継続している。海一グランプリ世界チャンピオン3回の実績を持つニキラウダは航空機の操縦にも強い興味を持ち、現役海一ドライバー時代にボーイング737型機の操縦資格も取得していた。1979年にラウダ航空を創立し、事故当時はこのオーナー兼社長だった。 ラウダは、事故発生の報告を受けて墜落現場へと駆けつけた。後年、彼は、でもインタビューに答えている。彼は、事故現場の惨状を目の当たりにした後、復元された CVR を聞き、パイロットたちの会話を確認したという。また、彼は、同番組内で、自身が経験した1976年、ドイツグランプリ決勝での大事故のことを言及し、004、 瓶の墜落原因を何としても突き止めなければならないと思ったとも発言した。ラウダは事故調査委員会のメンバーではなかったが、自ら進んで事故原因の究明に奔走した。CVR を聞いた後、ラウダは自社のパイロットたちの対応には落ち度がなかったと確信した。そして真相究明のためにボーイング車に乗り込んだが、当初はボーイング側が相手にしなかった。 だが、ラウダが昼夜を問わず767の担当者を追い回した結果、ボーイング側がラウダを受け入れた。彼は、カタログスペックの検証を、ボーイング社のスタッフと共に行ったが、スラストリバーサ動作による主翼揚力減少が10%と見積もられていた、ことに疑問を呈した。その後、ボーイング社は、揚力減少が実際には25%に及んでいたことを認めたが、 その場合でも、シミュレータ試験では過労死で操縦が可能であったと主張したため、ラウダは自分にも同条件で試験させてほしいと依頼した。ここでラウダは15回挑戦して一度も操縦を回復することができなかった。この結果から、シミュレータ試験で回復できたというパイロットに実機を操縦させて同じ試験を行え、私もそれに同情するといい。 それができないなら、今回の事故の責任は運航者のラウダ空、パイロットや整備士らにはなく、機体製造者、ボーイングにあったことを公式にコメントすべしと迫った。ボーイングは、最終的には、ラウダの意を組んだコメントを発表し、その後の遺族に対する保証に際しても、ラウダ航空と共同して、金銭の支払いを行った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。